天草について最初に訪れたのがこの鈴木様です。神社です。行ってきます。で、上がってきたら途中にまだこの先ねあるんですけど、とりあえずこの中腹にもう一つね神社がありました。鈴木様の一員でございます。多分ね、ここに車をバックに私が映ってるのは理由があります。ここね、鈴木神社なんですよ。この山全体がですね、鈴木神社と言います。なんとね、鈴木の、車とかバイクの聖地にもなってるらしいです。結構こう雰囲気良くないですか。でもなんかこの森林の中にある神社みたいな感じよ。これ歩いてきたら結構な感じっすよね。ぐるっとね、はい。でね、ここがゴールではないので、ちょっと待って、車で行きます。はい、鈴木三神と書いたこの碑がありますね。ここは本番の場所ってなんだ、これが主役ですね。ちゃんとこうね、手水舎もあるということで行きたいと思います。鈴木神社、なんとか神社ってなんだけどさ、看板に鈴木さんってそのまま書いてあるようなのはまあまあ珍しいですよね。でもちゃんとさすがにこの鳥居にはね、鈴木神社と明確に書いてあります。なんかヤシの木が、ヤシの木というか松があったりして、およいしょ。じゃあちょっとお参りしますね。はいはいはい。結構鈴木神社、じゃあのこと知りたければ QR コードで読み取ってくださいっていうか、ここはなんかあれだね、はい。ここに縦札があって、鈴木神社の由来についてこと細かくね書いてありました。なんか珍しいですよね。個人の名前で、すごくその個人の名前じゃない、こういう一般の人っていうか、領主さんだったと思うんですけど、そういう、お代官様かな、が結構お神様の名前になるっていうのは、よっぽどその土地の人のために頑張ったんですよ。いや、なんかね、こういうそうすごい立派な神社なんですよ。そしてやっぱりね、もう何百年経ってもこうして、祀られてるということですね。天草の乱あったじゃないですか。その後ですね、やっぱり領民困ったわけです。当たり前ですね、あれだけの乱を起こしてるわけですから、影響を受けるわけです。ボロボロに、なった領地領民のためにもう全力を尽くしたということです。文字通り命を懸けたらしいです。切腹してまで直談判しに行ったりっていうこともあったようです。そしてですね、その前です。直接一番きつい時ね、領民がきつい時、もうとにかく税金をほぼなくしたみたいな感じらしいんですよ。いや、それね、聞くとね、今の時代こうと比べちゃいますよね。どうですか、今はね、本当に辛い時なのに税金を上げるみたいなね。この江戸時代っていうのは本当にリーダーというか、江戸時代だけじゃないですけど、昔っていうのはすごく立派な人がリーダーにいたんだなと思いますね。そういうね、徳を持ったリーダーのもとにいると、やっぱり住民は幸せに過ごせるんだなと。こういう神社に来てそういうことを思い出しました。はい、鈴木神社でした。次行きます。